皆さんこんにちは、こんばんは。コロコロチャンネル長岡弁です。バーティーファイト研究室100年免状白節です。免状白節。さあということで早速、ドラゴンフォース3枚もついて、これね、あらら、これはやばいっすよね、マジで。本当そうですね、これね、いやこれ全部めちゃくちゃ強いですから。能力やっぱ強いですか。はい、なるほど。博士としても早速デッキを組んで今日ファイトしたいわけですけれども、僕はねガオを使います。なるほど、ドラゴンフォースを使いたいと思います。じゃあまずはこっちかな。タスクくんのドラゴンフォースを、氷雪のドラゴンフォースですね。なるほど、じゃあもうガオ対タスクで分かる。まずは早速じゃあファイトしていきましょうか。はい、まずじゃんけんからですか。じゃんけんから、最初はグーじゃんけんほい。先攻きたいきますか。はい、じゃあいつもの掛け声ではいお願いします。せーの、バディファイトオープンザスラックスタードラゴンワールド。そしてバディは新速のバルドラゴン、こっちはスタードラゴンのジャックナイフ。なるほど、じゃあ僕のターンからいきますね。どうぞ。さあどうしよっかな。おチャージアンのドロー。なるほどな。じゃあライトに新速のバルドラゴンをバディコールします。バディコール、これでライフが11になりました。なんでバディを出してきて、レフトですね。はい、さあ行きましたね。そしてアタックフェーズに入りたいと思います。大丈夫です。はい、じゃあ新速のバルドラゴンでファイターに攻撃するんですが、攻撃した時相手のセンターにモンスターがいなければ僕のライフがさらにプラス1されます。なんだって遠くなった。そして2点受けます。8ですね、こっち8です。いきます、ドロー。あれもう勝ったも同然かな。チャージ&ドロー。はい、こっちも行きますかね。ほう、バディコール。お、来た。早速こっちもスタードラゴンのジャックナイフ。なるほどな。一回もうここ払っちゃおう、ギャラクシーを。そして登場時にデッキの上から3枚見て、その中のカード1枚ソウルに入れます。なるほど、じゃじゃん、きた。これが入る。これは強いぞ。ソニックブラストじゃない？これ。それ入ったらどうなるんですか？これ入るとですね、アタックした時にゲージ1払うと相手のモンスター1体破壊します。待ってやばい。話変わってくる。ほんまに。嘘やろ。入った。そしてさらにレフトにコール。おい。バンカムルーラー。ソウルがあるネオドラゴンがいる時にゲージプラス1してさらに1枚ドロー。いいな。そう、これはちょっと待って、これ来てるんじゃない？ドラゴンフォース解放。いきなり早速です。解放条件がですね、君の場にカード面にジャックナイフを含むモンスターがいるとき、ゲージ2を払います。そうすると解放します。このカードが攻撃で相手のモンスター破壊したときか相手にダメージを与えたときですね。ドロップゾーンのドラガームズをネオドラゴンのソウルに入れることができます。じゃあどんどん増えていくわけです。どんどん増えていくわけです。待って、やばい、ちょっと待って、ほんまにやばいしていくんですが、ほんまにやばい。これはただゲージがちょっと足りないから、このままいくんじゃなかろうか。アタックしたいな。どうぞ。大丈夫ですか？はい、じゃあ氷雪のドラゴンフォースで長尾仮面にアタック。ファイター攻撃ですね。ファイターです。じゃあキャストドラゴンシールド太陽の盾。出たー。その攻撃を無効化し、ゲージ置き、ライフをさらにプラス1します。なるほど。いや防いだ。スタードラグナージャックナイフで長尾仮面にアタックした時、ソウルのソニックブラストのゲージ1払って破壊します。じゃあ新速のバルドラゴンがいなくなってしまいました。そしてライフは10です。3ダメージ。さらにカンタムルーラーでアタック。1点。じゃあ9になりました。まあちょっとゲージがないんで、このターンはね終了です。いやー、1ターン目からガンガン来られたな。チャージ&ドロー。なんだこれは。じゃあレフトにゲージを1払って太陽の剣閣バルドラゴンをコールします。このカードが登場した時、相手の場のモンスターのソウル1枚をドロップゾーンに置く。よし。そしてライトにフレアファングドラゴンをコールします。フレアギフトを使います。他の太陽竜がいるならデッキの上から1枚をゲージに置き、さらに1枚カードを引きます。なるほど、順調ですね。さあ悪くないですよ。そしてセンターまさか空いてる。本当にガオフォーメーション、ババーン、ドラゴンフォース、最後。さあ、炎熱のドラゴンフォース装備します。はい、ゲージを2払って解放条件がバルドラゴンを含むモンスターがいるなら使えると。いますね、完璧。さあドラゴンフォース対決きましたよ。いいんじゃないですか。じゃあアタックフェーズに入ります。どうぞ。フレアファングドラゴンでファイター攻撃1点。1点ですか。1点は受けます。よし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 。そしてドラゴンフォースとバルドラゴンで連携攻撃4点なんですが、このカードは連携攻撃した時相手の場のモンスターを1枚破壊する。強い。さあジャックナイフを破壊します。いいよ。そして4点、ドラゴンフォースが、そう、ドラゴンフォースの効果で連携攻撃した時君の場のモンスター1枚をスタンドするというね、強い最強の能力があります。ファイターですよね。はい、キャスト。なるほど、アースバリア持ってるな、さすがに。攻撃されてたら攻撃無効にしてライフ1回復です。さあそしてじゃあバルドラゴンでファイター攻撃2点。しょうがない。よし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 。7ですかね。はい、ターン終了です。そっちの熱くなってきたぞ。これは博士にはゲージがない。そうなんですよね。ゲージがないぞ。ドロン。お、ゲージを増やせないぞ。これはこっちかな。ほう、センター危ない。ジャックナイフ SD。 はい、ジャックナイフ SD。 はい、これが能力がですね、ドロップゾーンのサイズ2のほうネオドラゴン1枚コールコスト払ってこのカードの上にコールします。なるほど、という効果です。へえ、面白い。能力を使いたいな。おう、どうぞお願いします。なんで、このカードの上にゲージ1を払ってコールします。いいカード。はい、で登場した時にさっきと同じですね、3枚。チェック。ないなし、何もなし。ロードワーカーですかね。はい、入れます。はい、このカードはソウルに入れる時に2枚か。ゲージ1を払うとですね、なんと最高でサイズ1以下を破壊できるっていうことがあるんですけど、ゲージはない。博士にゲージはないと思ってるそこのあなた。はい、え、マジでコールクワンタムルーラーを出します。マジでもういい。さっきの話がですね、ゲージ1枚ドロー。ほんま嫌や、ほんま嫌や。さらにストラガムズアーティライガーをコール。そしたらクワンタムルーラー攻撃4000です。バルドラゴンにはなるほど、これは痛いけどまあまあ仕方ないですね。じゃあジャックナイフ、はい、3点です。ファイターになって受けます。6点になりました。なるほど。したらアーティライガーでこれは悩むけど1点ファイター。5点になりました。これでおしまいです。はい、いきます。ドロー。やばいやばい、あのドラゴンフォースちょっとチャージ&ドロー。殺意が高すぎてレフトに燃え盛る太陽バルドラゴンをゲージを1払ってコールします。これもやべえな。さあなかった、センター出してなかったらとりあえず。はい、じゃあ燃え盛る太陽バルドラゴンとドラゴンフォースで連携攻撃センター。なるほど、はい、そして連携攻撃した時にこいつはスタンドされます。さらにこのカードが攻撃した時デッキの上から3枚ドロップゾーンに置いてよい。ただこれ打撃力が上がる効果なんでちょっとね、むやみにデッキ減らしてないんで今回は普通に電気攻撃 OK です。そしたらソウルガード。はい、なるほどなるほど。じゃあそしてフレアファングドラゴンとバルドラゴンで連携攻撃センター。フレアファングを倒すかどうか。ゲージを1払いますか。大丈夫ですか。ソウルガードします。じゃあターン終了です。このままあいつだ。違う、これ両サイド。お前ではないお前ではない。チャージ。こっちじゃないな、こっちだな。なんか仮面を倒すカードドロー。ああ、なるほど。なんか思いのほかもカードを引いたみたいな。ゲージが足りないんで押し出してジャックナイフ SD をコールします。能力使いたい。はい、どうぞ。これさっきと同じことが起きます。なるほど。ジャキーン、ゲージで払います。はい、そしてソウルガードが来い。ああ、お前欲しかった。来い。ああ、クロスナイス出ない。ああ、よしよしよし。ああ、一つもさ入れよう。よし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 。ああ、助かった、ちょっと助かった。ああ、アタック。どうぞ。アタックなんですが、どうぞ。まずまず様子見のファイター。なるほど。じゃあキャストします。はい、整理の盾1向こう足ゲージに置きます。そしたらこれはバルドラゴンだ。まあまあまあ仕方ない。まあまあまあアーティライガーでレアフォン。おモンスターを焼いてくる。これねちょっと博士致命的にゲージがおしまい。はい、ドロー。なるほどな。チャージ&ドロー。ジャックは引くんだけどな。ライトキーパードラゴンを殺します。その時こいつが登場した時にゲージを2払ってドロップゾーンの太陽竜を1枚手札に加えます。こいつを手札に加えます。やべえ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 。そしてレフトに太陽の天角バルドラゴンをコールします。ドロップゲージ1払います。登場した時カードにソウルに置いてきます。さあこれでだいぶいいんですが張り替えます。ライトにバーニングレイピアドラゴンをコールします。さあこれでアタックフェーズに入りたいです。ドラゴンフォースとバルドラゴンで連携攻撃センターなんですが、効果でスタンドし、なおかつこのカードが連携攻撃するとき相手のカードモンスターを一体破壊します。なのでまず能力でソウルガード、そして攻撃でやられます。はい、センターが開いた。そして太陽の剣角バルドラゴンとバーニングレイピアドラゴンで連携攻撃ファイターするときにこいつの効果で連携攻撃したらカードを1枚引きます。さあそして連携攻撃したときバルモンスターを一体破壊する。こっちにします。こっち OK。 はいで連携攻撃3点。キャストアースバリアあるな。ちゃんとこれでもゲージが増える方じゃないんですめっちゃゲージする。はい、ターン終了です。一見こんチャージ&ドローしたらセンターにこうですかね。おお、ジャックナイフ。はい、スターガーディアンジャックナイフ。これがまたちょっと違うんですけど、ゲージ1払ってコールします。で登場した時にドロップゾーンのカードを1枚ソウルに入れます。なるほど。なんでソニックブラストソウルに、モンスター破壊できるやつですね。入れます。はいはい。さらにキャストパワージャックリペア。ジャックがあるなら使えてですね、できないから1枚ゲージに置きます。なるほど。で、ドロップゾーンのカード1枚をネオドラゴンのソウルに入れる、ということですね。まあね、これは仕方ない。おっとこれでアタックにどうぞどうぞ。仮面の盤面を削るしかない。サーガーデンジャックナイフでファイターにアタック3点したときに、ソニックブラストの能力ですね、ゲージ1を払うことで誰かを1回破壊すると、バルドラゴンを破壊します。なるほど、破壊されます。はいで3点です。3点受けます。2点になりました。3点受けた。クワンタムルーラーでこれは1点削っても意味がない。バーニングレイピア。なるほど、やられた。はい、おしまいです。さあライフ2、そして博士が8、ドロー。ちょっとやばいなマジでこれ。ジャックは硬いぞ。チャージ&ドロー。オッケーです。ライトに新速のバルドラゴンコールします。そしてレフトにフレアファングドラゴン。フレアファングまだいたか。太陽竜がいるので、おっと1枚ゲージに置きカードを1枚引きます。アタックフェーズに入ります。じゃあドラゴンフォースとフレアファングドラゴンで連携攻撃センター。そしたらまず連携攻撃の効果ですね。これがスタンドされます。この時にじゃあ対抗でロードワーカーの能力を使います。ゲージ1を払うことでサイズ1以下を破壊します。はい、じゃあこいつが破壊されました。で攻撃通らず、これが攻撃力が5000。なるほど、そうですね。なので通らない。じゃあ新速のバルドラゴンでファイターセンター攻撃。オッケーです。ソウルガードします。なるほどな。ライフ2しかないんで、やれるとこまでやってやろうと思います。おファイナルフェイスなんだって。ババーン、ゲージ3を払ってバルドラゴンバルバーストスマッシャーを重ねます。必殺コール、必殺コールします。そしてセンターに攻撃。そいつはソウルガードもあるしな。はい、ターン終了です。ドロー。さあチャージ&ドロー。ライフが空いている。ライフは2、ライフが2。しかしこれはセンターを開けているということはね、この1枚の手札がなるほど全てを物語っている。ジャックナイフをちょっと待ってこれあれそれはちょっとマジかマジか。いやいや全然押し出して全然平気ですけど、まだね分かんないですからね。能力でデッキの上から3枚をギャラクシオン入れていきます。どうぞ。これでアタックですかね。大丈夫ですかそれで。僕はもう1枚ありますけど手札。まあ大丈夫です大丈夫です大丈夫です。アタックですかね。なるほど。さあ来なさい。ライフにドラゴンフォースではいザガオ仮面にアタックありません。なかった。負けた。ちょっと攻めすぎた。ちょっと攻めすぎた。ドラゴンボール楽しすぎて攻めすぎた。何も考えずにセンター開けてずっと攻撃してたらこんなことになった。いやーでもね楽しかった。ドラゴンホース全然ね免除は分かんない。ドラゴンホース使ってないくせに最後はちゃんとドラゴンホースで倒させてるっていう。やっぱ100年研究してると違いますね。そうです。ちょっとねこのドラゴンホースが強すぎたんでなるほどセンターに出さざるを得なかったというところですね。ということはねやっぱ結論としては両方強いっていうことですね。これね何が強いって本当にまあどっちもだったけど、これ今回1ターン目からねライフの制限がないのですぐ出せる。もうジャックかバルがいたらすぐバーンと出して攻めれるっていうのがいいところですね。いきなりね戦況が変わるカードというか。確かにいや楽しかったな。お互い1ターン目からね出しましたもんね。ただまあ負けたのは認めます。1個だけちょっと言いたいことがあって、1個だけ僕実はガイトが一番好きなんですよ。これはほんのガイトが一番好きなんですよ。で付録って3枚ついてくるわけじゃないですか。そうですね。ガイトデッキ使ったら絶対負けないなっていうのはあるんですよ。独り言なんですけどガイトデッキ使ったら絶対負けないなっていうのはあるんですけど、どうしましょう。もう一戦やりたいですか。まあまあまあそう言われると確かに博士もねもう一枚実はコロコロコミックとは別でコロコロ兄貴の方についている付録カードがあるので博士もそれでデッキみたいなとは思ってます。なるほど。じゃあお互いの利害が一致したということでリベンジマッチいきます。ダークネス対決。